朝鮮の駐キューバ外交官が韓国に亡命、スパイ容疑で外務次官の銃殺明らかに。北朝鮮の在キューバ大使館の参事官が昨年11月に妻子を伴って韓国に亡命していたことが分かった。亡命したのは北朝鮮外務省切手のキューバ通で知られたリ・ルギュ氏で、韓国紙の朝鮮日報が16日付で李氏のインタビューを報じた。キューバは北朝鮮の代表的な友好国だが、今年2月に韓国と国交を正常化させた。李氏は大使館で国交正常化を阻止する任務を担っていたという。李氏は職務評価などをめぐって外務省本部と対立。体制への嫌気と未来への悲観から亡命を決意したという。李氏は北朝鮮の住民なら誰もが韓国で暮らしてみたいと思うようになる。子供の未来を思えば韓国との統一しかないとの考えを持っていると語った。李氏はインタビューで2019年2月のベトナムハノイでの2回目の米朝首脳会談直前に米国担当の外務次官だった韓正烈、ハン・ソン・リョル氏が米国のスパイ容疑をかけられ、外務省幹部らの立ち会いの下、銃殺されたと明らかにした。当時外相だった李陽光、李永浩氏が在中国大使館をめぐる贈収賄事件に関与したとして、19年12月に一家で政治犯収容所に送られたとも説明した。北朝鮮外交官の韓国亡命が確認されたのは19年7月の駐イタリア大使代理や同年9月の駐クウェート大使代理以来、在キューバ北朝鮮外交官が北朝鮮の外交高官とそのご家族が亡命というより北朝鮮パスポート所持で韓国に難民扱いなのかはわかりませんが、独特なルートで向かったということですね。キューバもカストロ兄弟の没後大変だから早めに国際状況に対応したのかもしれない。本当に驚かせてしまわれました。これって目くらましのタイトルと思いました。エリート外交官の脱北相次ぐ、決命、キューバからもイコールキム・ジョンウン体制に嫌気か。北朝鮮のトップエリートである外交官が脱北して韓国に入国する事例が相次いでいる。在キューバ北朝鮮大使館に勤務していたリー・ルギュ政務参事官が昨年11月に妻と子供を伴って韓国入りしたことが16日明らかになった。李氏は同日報じられた韓国メディアとのインタビューで自身が脱北したことを公開した。李氏は北朝鮮の決命と呼ばれるキューバで2度にわたり勤務し、北朝鮮外務省のアフリカ・アラブ・ラテン・アメリカ局に所属していた南米通とされる。脱北前には、韓国とキューバの国交樹立の動きに対応する業務も担当したとみられる。北朝鮮の対外関係の前哨基地であり、外貨稼ぎの窓口でもある在外交官の外交官が脱北するケースはここ数年、後を絶たない。代表的なのが在英北朝鮮大使館のナンバー2である公使を務め、2016年8月に脱北した韓国与党、国民の力、野田栄子、テ・ヨンホ、前国会議員だ。脱北して韓国行きを選んだ外交官の中では現在も最高位だという。北朝鮮の大西洋外交の重要拠点である在英大使館で、北の体制を西側にアピールする広告塔の役割を担っていた太氏が脱北と韓国行きを選んだことは、当時の韓国社会で大きな関心を集めた。太氏は同年末の記者会見で、海外で自由民主体制の優越性を実感しながら、インターネットなどを通じて韓国の進化する民主化過程を目の当たりにし、北の政権には未来がないと知った、と語った。チョソンギル駐イタリア大使代理も現地で消息を絶った後、19年7月に韓国入りした。チョ氏は17年、北朝鮮の核実験を受けてイタリア政府が当時のムン・ジョンナム大使を追放した後、大使代理を務めた。シリアやクウェートなどで勤務したリュ・ヒョヌ駐クウェート大使代理も家族と共に脱北し、19年9月に韓国入りした。
外交官の脱北が続いているのは、キム・ジョンウン、体制に嫌気がさしたエリート層がそれだけ増えている兆候だという見方が出ている。海外で勤務する外交官は、北朝鮮内のエリートに比べて脱北しやすいという面もある。北朝鮮からの直接の脱北は、新型コロナウイルス対策による国境封鎖期間を経て、当局が管理を強化したことでさらに難しくなった。韓国に入国する脱北者の数も、03から11年の年間2000から3000人から22年には67人、昨年は196人に減少した。軍の秘密資金50億円横領、北朝鮮高官、北京で姿くらます。すでに韓国入り？北朝鮮の朝鮮人民軍の兵器現代化のために中国に派遣され、資金を管理していた総責任者が先月約3000万ドル、約48億4620万円を横領して姿をくらましていたことが分かった。キム・ジョンウン、朝鮮労働党総書記が兵器現代化を目的に調達した1億ドルの秘密資金のうち3割に達する金額だ。この人物が最近、韓国に入ってきた可能性も指摘されている。北朝鮮情勢に詳しい消息筋によると、この人物は軍野生司令部高官で、キム・ジョンウン政権の特命を受け、兵器現代化を目的に、中国から CNC、コンピューター数値制御、工作機械などを持ち込む任務を担っている。政権の核心幹部であり、高額の秘密資金を管理する役割を果たしてきた。先月11日頃、北京で消息が途絶えた。消息筋は、軍の独自兵器の現代化の必要性もあり、何よりロシアの兵器供給を準備するプロセスで起きた。内部の動揺は相当なものだろう、と見ている。ただ、この人物が巨額の資金を現金で持ち出したのか、口座に入金して横領したのかなどは確認されなかった。横領が巨額だった点から見て、中国国内に支援者がいた可能性も提起されている。お嫁に行けない北朝鮮の美人ウェイトレスも悩む猛烈な欲求不満。米政府系のラジオフリーアジア、RFA、は11日、北朝鮮政府が在中国高官に対し、現地に派遣した労働者の召喚、帰国、事業を条件や口実を設けず迅速に執行するよう求める指示書を下達したと報じた。5から6月に作成されたと推定される指示書は、召喚事業を条件と口実をつけずに徹底的に執行することを求め、召喚対象として、年頃の対象、患者、家庭事情、召喚指示対象、などを指定している。この内容からもわかる通り、県の召喚事業は、勤務態度や思想状態などを理由にした懲罰制のものではなく、むしろ労働者側の事情が強く作用していることが伺える。RFA の報道を見る限り、どうやら最も切実なのは、年頃の対象、だ。中国に派遣された北朝鮮労働者といえば、代表的なのは北朝鮮レストランの看板である美人ウェイトレスたちだ。参考記事、写真、美貌の北朝鮮ウェイトレス、ネットで人気爆発。彼女らをはじめ、中国のアパレル工場などに派遣された北朝鮮労働者の多くは未婚の若い女性である。ところが、北朝鮮政府はコロナ災いに際して国境を封鎖し、派遣期間が満了した労働者の帰国も許さなかった。おかげで中国で長期滞在する羽目になった少なくない女性労働者たちが結婚適齢期とされる年齢を過ぎてしまったのだという。そしてこれを問題にしたのが本国に残った彼女らの家族だった。娘の将来を案ずる家族らの抗議に当局もほとほと手を焼いていると見られる。また、北朝鮮労働者が置かれた現場の環境は劣悪だとされる。寮からの外出は制限され、ロボットのような長時間労働を強いられ、殺人的な欲求不満に悩まされている。外国に出てきた、役得、
などないに等しいから、故郷で家族と再会する日を待ちわびているとされる。それでも召喚が進まないのは、派遣元である北朝鮮の貿易会社と、受け入れ側である中国企業の双方の事情によるものだろう。貿易会社は、現在の人員と入れ替わりに派遣される、新規労働者の確保に手間取っているようだ。理由は、きつい海外派遣の危機や中国側によるビザの出しぶりなどが考えられる。一方、人手不足に悩む中国企業は、人件費が比較的に安く済み、勤勉な北朝鮮労働者を手放したくない。ただ、人口減少に歯止めをかけるため、出生率の向上を至上命題に掲げる金正恩政権だけに、召喚作業は今後、スピードが増すかもしれない。